こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。亀田さん、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速なんですが、こんな質問がやってきました。私一人じゃやっぱりちょっと頼りないなと思って、亀田さんにちょっとお力添えいただこうと思って、本日のお品書き、ダウンライト何個必要？その間隔、どういうふうに考えたらいいのか？この内容です。のど飴ちゃんよりいただきました。洗面85センチ NG。 前回の山さんの動画で紹介がありました。洗面台高さ85センチ、この高さなんですが、私もそうしたいとのど飴思いました。ですが、しかしダメだったんです。というのは、この洗面台のこのけこみの部分に体重計を入れるための空間スペース、これがあるので、通常のその標準のところから85へのオプション対応ができないということで、残念。これとうとうだったんですが、カメラさん、これ体重スペースあるやつ、高さ変更できないんですね。そうですね。だから、どうしても、する場合は、下に課題を作っておいて、その上に乗せるという方なる法ほしど。かないでしょうね。だから実際に85を洗面化粧台のそのトートの商品では無理だけれども、どうしてもやりたい。どうしてもやりたいんだったら、もう下にこの、台輪のようなものを造作で作って、ステージみたいなものを台で作ってもらって、その上に乗せるとそいういううことですこね。とになりますが、結構手間もかかるんで、のだめちゃん、そちらの方、工務店さんと相談してください。で、今日いただいたのが、この前回の動画、洗面台の高さ75だとびちょびちょになってっていう、そこの質問ではなく、新しい質問、ダウンライトのだめちゃんだったんです。質問です、山さん。今、リフォームしているこの私の母屋なんですけど、リビング、ダイニング、天井、ダウンライトになります。初めてのダウンライトでよくわかりません。ダウンライトって明るさはどうなんですか？すっきりするのは分かっているんですけど、ライトとライトの間隔ってどれぐらい？そもそもその照明ってどういう明るさで考えたらいいのか？ダイニングテーブルの上に、実は今、ダウンライトない感じなんですけど、大丈夫でしょうか？ LDK 照明教えてください。ということで、まずは、どこでも数字的なものは必要なんですけど、ダウンライトって、LED ですけれど、光のこの光源自体が拡散していくんじゃなくて、丸型のああいった形で、まっすぐ降りていて、ということはもうイメージわかるじゃないですか。1個だけだったら絶対暗いし、これが1つ、だいたい60ワット相当。60ワットなんで1畳から1.3畳ぐらい。で、今までの100ワットの、大きさの、光の広さっていうのが2畳ありますので、ダウンライトだとやはりいくつか入れないといけない。これはもう多分、のど飴ちゃんもお分かりだと思うんですよね。で、この数、ダイニングテーブルどころないって言ってたんですが、まず基本的な考え方はですよ。例えば、山さんのところだったら4人家族なんで、ダイニングテーブルは4人用。で、椅子が4つあるということであれば、4つぐらいは必要になります。6人だったら6人という形で、椅子の数はまず絶対必要。で、光はですね、壁に当たっていかないんですよ。照明のサークルライトだと、壁面、例えば天井面も明るく見えるじゃないですか。ただ思ってください。懐中電灯でも明るくなると、そこまで光ってるんですけれど、明るく感じないんですよね。で、人間の目って、天井面とか壁が明るいと明るく感じるから、結構歩いてる時に壁照らすと、あれなんか明るく感じませんか？それと一緒で、壁面自体は基本的にダウンライトの特性として明るくならない。ちょっと暗いような感じがあるので、結構つけた後、思ったより追加したいなっていう方が多いのは、これ実はダウンライトなんですね。逆に、この光自体はまっすぐ下に行って、料理なんかに光の濃淡ですよね。これによってゴージャスにおしゃれに仕上がる。これもダウンライトの特徴だと思います。ですから、ダウンライトのお部屋、リビングダイニングに行くと、やっぱり雰囲気ありますよね。で、周りが、暗くなりすぎないように、例えばダイニングテーブル以外のところも全体暗くするんだったら、その照明も別に必要になってくる。全体照明とダイニングテーブルとこ別にする。こんなところも必要じゃないかなと思うんですが、亀田さん、この使い方、LDK、ここでも変わってくるんですが、亀田さんの方の、ダウンライトを気をつけること、今までの経験ってちょっとシェアしていただければ嬉しいんですが。はい、ありがとうございます。実際はですね、私も建築長く立ちていただいてるんですけれども、ダウンライトのもともとの使い方は、
補助証明という考え方ですね。だいたい真ん中にあって、補助的にして壁際をテラスやとか、いろんな形で、まあ、あくまでもムード証明というか、まあ、補助的やったということですね。ただ、ここ最近ですね、考え方が変わりまして、メインのもう照明はつけなくて、ダウンライトだけで全部をされているケースが非常に多くなったんですね。すっきりしますね、かなりそうなると。そうなりますと、照明計画ですね、しっかりとその一棟あたりになんぼの明るさがあるかということで、お部屋の、面積によってですね、その配置方法とですね、そして照度計算をしっかりとして配置しないと、メインの部屋を全体に使う場合はですね、そういうふうに計算をしないと絶対無理なんですよね。それで、スイッチもですね、やっぱりこう、一斉に照らすと、まあ、明るすぎますから、まあ、何個かに飛ぶような配線をするとか、まあ、スイッチの工夫も非常に必要だと思うんですけれども、そういう形ですると、まあ、先日のね、京都で、一人ね、ご質問があったんが、4つも近くにくっつけて、して、もう他が暗くって困ってるっまさていにう、ですよね。実際、ご相談もありましたので、やはり照明計画をしっかりするというね、形ですね。それと、まあ、実際、まあ、ダウンライトは真下に、ね、光がおりますので、スポットライト的な感覚にもなったりするっていうね。だからメイン照明として、買う場合、スポットみたいな形でする場合は、いろいろと、まあ、料理なんかもそうなんですけども、美味しく見せるような照明のね、形のライトの明る、やり方がございますけれども、そういうふうなこととか、いろんな色合い、それもね、中高色っていうかね、白色、暖かい方でやるか、それにの使い方にもよって違いますので、なるほど、なるほ非常ど。に私は、宝スタンダードでですね、使わせてもらったら、ユニットバス、システムバスの中でダウンライトが非常に人気があるんですよね。それも明るさがいろいろ変えられたりするケースもございますので、最近お風呂場にたくさん、というのはお掃除が楽やということでね、出ておりますと壁にそうですよいね。ろんな照明ありますけども、ダウンライトは非常にいいことで、結構、浴室にも人気がございますので、あとは気をつけなかのお部屋の場合、どういう使い方をするか、ね、ムードを出すための形に使われるのか、それとも本当に明るく紙に本まで読めるように考えられるかによって、また違い、ね、使い方がございますので、その辺はやっぱり気をつけないと、ダメかなというふうに思いますね。以前はそうですよね。リビングのところの補助のところにはついてたけど、メインがダウンライトってなかったんですけど、最近本当ダウンライトだけで行くっていうパターンになった時に、この辺での考え方の違い、照明計画って数が少なくなったり、この前のその京都のオフ会じゃないですけど、なんかダウンライトをセンターに、ま、集めて、数が全然足りないっていう、もうこれ全体的に広がっていかないんで、まさにその辺のリフォーム、まあ簡単に言うとトラブルってあるんで、今日これ見ていただいた野田美ちゃんが気をつけないといけないのは、ダイニングテーブルの上にないっていう風になると、おそらくそれ暗いと思うんですよ。ですので、ダウンライト自体はその椅子の数だけ、ダウンライトは真下に降りるんで、テーブル料理を照らすもの、そして全体もダウンライトにするんであれば、それには補助のダウンライトとプラスのメインのダイニングテーブルの上、これ両方つけるということなんで、この辺はしっかりと計画をした上で、色にもやっぱり、かなり工夫というか、白っぽい色、中白色、電球色、変わってきますよね。以前の山さんの動画でもありましたけれども、リビングダイニングと、その、キッチンのところ、キッチンも同じ色にしとかないといけないなんて動画あるんですけど、亀田さん別に、キッチンのところは料理しやすいように中白色でいいですよね。そうですね。だからまあ実際に演出効果として料理が美味しく見せるっていうね、これが大事だと思うんですけど、まあ、ただ作ってる時でもこれ美味しく見えてるのかどうか言うて、まあ、それにこだわられる方はそういう照明を使われたらいいかと思いますけどね、まあ、いろいろ人それぞれっていうか使い方によって違うかなというふうに思いますね。ありがとうございます。まさに、そういった内容の質問、LINE 登録で定期的にプレゼント配信してます。ぜひ、山さんとこちら、お友達になっていただいて、私だけでわかんないところは、こうやって亀田さんの方と、一緒に解説して、皆さんの、質問にお答えしていきたいと思います。亀田さん、最後、一言お願いできますか？そうですね。本当に照明計画っていうかね、いろんな考え方が次々と新しい計画がありますので、私たちもこうお客様によって教えられるっていうかね、
本当に変わってきてるから、こうしようということで、私たちも常日頃、いろんな形で勉強をすると、そして、失敗はできないと、私らがやりますとですね、失敗しないリフォームっていう形ですので、いろいろ検討して、いろんな方が失敗も成功も含めて、いろんな情報をお聞きしておいた分で、それでお答えするということでしておりますので、本当にこの、動画の番組はですね、非常に山さんがやってはるやつは非常に勉強になって、私もしょっちゅうね、見ておりますので、もう本当に日々勉強だと思ってますので、皆さん方もよろしくお願いいたします。やっぱこの質問が、私たちのとっても学びになる、その通りだと思います。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。カメさん行きたいと思います。せーの、必ずできる。いってらっしゃい。